どうもファースベットのケミヤとケミヤとダイクとユウキです。ドーン。はい、ということで早速今日も動画の方撮っていきたいんですけども、はい、はい、今日は珍しく皆さん黒いですね。黒です。黒いですね。黒です。なんか始めるんですか、ダイクさん。はい、私たちはついに詐欺師になります。帰ろう。はい、ということでタイトルは渋原女子に聞いてみたコスプレダービー。はい、ということで説明してください。はいはいはい、ということで、はい、まあダービーが何かということです。はい、何ですかダービーって。ダービー説明しよう。ダービーとはすいません、めちゃめちゃしちゃいましたということで、まあ、各自一つずつコスプレ何をしようか考えてます。でそれを表に出して渋ハロにいる女性に、異性にどれコスプレしてほしいですかっていうのを聞いてランキングをつけます。はい、でランキングをつけてもちろん最後にあれですよね、まあ、皆様もお楽しみにしている大輝の真顔写真が出ます。ごめんなさい、出なくて、まあ、なんと、はい、罰ゲームあります。罰ゲームあります。じゃあ罰ゲームの方は、じゃあはい、今回の罰ゲームなんですけど、はい、一日、はい、スーパーマンになってもらおうかな。おー、スーパーマン、おー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 、あれっすか、スーパーマンのめっちゃムキムキの方の。そう、ここにもうバッチリじゃないですか。スーパーマンいる？逆に俺見たことないよ。まあ、写真の方こちらです。はいあの今見てもらったと思うんですけど、罰ゲーム一番選ばれなかった人がこちらを着て一日撮影してもらうと、はい、だから動画でスーパーマン着てる人いたらこの時に罰ゲームしてるんだなってさせていただければなって思います。思います。はい、ということで今この画面には映ってないユータも事前にも聞いてあるんで、この撮影自体にはユータは映ってないですけど、もちろん罰ゲームにも参加してもらうので、ということで各々決めてもらったと思うんですよ、一番人気のコスプレを。決めたそれをまずこちらから順に発表していただきたいなと思います。じゃあまずゆうきくんからどうぞ。はい、もうこれは決まってました、最初から。待て、何の祈り何の祈りって実は誰にも言ってません。かぶったら終わりです、この企画。うん、かぶったらもう確かに終わりだね。うん、こんだけ願ってるってことは多分王道できます、大輝は。なんで僕も王道で返します。はい、ドラキュラです。ドラキュラね。でも本当ドラキュラしてる人は結構多いから、こすかなり多いし多分ちょっとここポンって出るんですけど高校3年生の時、俺とフミヤもドラキュラやってます。やってましたね、懐かしい。懐かしいね。いい思い出、あれもあそこから始まったようなもんだけどね。そうはい、ということでまあ、ゆうきくんはドラキュラと。はい、はい、じゃあ次、大輝は。俺が選んだコスプレ第1位はジョーカー。なんでよ、ありがとう、ありがとう。はい、ということでジョーカーはどうですか。今年映画も公開されてね、やっぱり今結構人気あると思うんですよね。昔からも、うん、昔からいつからあったんだよで、もう1年2年前ぐらいのハロウィンから結構もうジョーカーのコスプレしてる人が多くて、やっぱりかっこいい人がやっぱかっこよく見えちゃうんですよね、ジョーカーって。どうしてもスーツ着てるし白塗ってるしね、だからかっこいいと思う女の子多いと思うんで、やっぱ俺はジョーカーにしましたね。思ったんですけど、ジョーカーはね、知らない人も多分いらっしゃると思うから。いやいやいや、だからこそ、いや、わかんないよ、そんなの俺が教える。だからしっかりジョーカーこれでバーン。ボケの渋滞ですか。全部カットです。ボケの渋滞です。なんでまあ、とりあえず大輝はじゃあジョーカーということで、じゃあ次、ゆうや。はい、俺が選んだのは、はい、囚人服です。
囚人服ね。囚人服ですか。囚人服でも着てる人も割と見かけるから、まあ、まあ、でも女の子に多い気がする俺は、うん、だからなんか男だからこそちょっと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 渋滞しすぎ。あのね、じゃあ目の順番決めましょうか。じゃあはい、1番。はい、俺2番。じゃあ、0番ということで、あのもうあれなんです、囚人服は女性が多いんです。その中でも多分何か考えがあるんです、ね、そう、策略がある。あるということで、じゃあ大輝くん、何ですかこの策略っていうのは。いいですか、はい、言わせてください。こればっかりは、はい、一番センスない。一番センスない。いや多分、囚人服に関しては多分ね、ほんとさっきも勇気が言ったと思うんだけど、女性が着てることが多いし、しかもそれも言ってたんだよ。異性に来てもらいたいって多分思わないと思うんだよ。いや、そうなんですよ。そこなの、うん、まあ、もしこれで仮に同じような人がいたら写真撮りたくなるじゃん。ああ、それはだから狙いで、そう、だからそのね、男の人が狙いで、そう、だからそれ多分ハーレークイーンがいたらジョーカー撮りたくなるでしょ。ありがとう、なんかでしょ、ジョーカー。でもぶっちゃけさ、それ聞いてどう思った。うん、なんか一瞬しないで。マジで使わないでほしいぐらいでしょ、うん、まあまあ、で、今そういう戦略があって、まあ、注意力はまあちょっとかけてみたって感じかな。はい、はい、じゃあ最後は、ふみやくん。最後じゃない、最後は、ね、まあじゃあ先にとりあえず私から言うと、私は王道のポリスで行きたいと思います。ポリスね、もうね、みんなしてるから、ポリスに関しては。でも、うん、王道中の王道。俺警察嫌い。多分前科持ちです。彼はきっとね、きっと前科持ちじゃない。ということで、私は、ポリスで決まりということで、今ここにいないゆうたは、ドクター。ドクター、まあね、ドクターもね、いいよね。ということで、おのおのね、みんな決まったので、まあ、今見てくれてる視聴者さんも誰が1位になるのか、ぜひ予想してみてもらいたいなって思います。ということで、早速渋谷に行ってきましょう。いそ、出陣。お鳴らした？してません。すんな。はい、ということで渋谷来ました。イエーイ。超騒がしいっていうね。もう皆さん変わってるの気づきますか？そうなんです、紛れるために血のりしたんです。私もちなみにカメラ街ですけど、してます。カメラ街なんですけど、カメラ街なんですけど、一応してます。はい、はい、で早速やっていきましょう。レッツゴー。企画の方説明したいんですけど、1つ目がポリス警察で、2つ目がヴァンパイア、3つ目が囚人服、4つ目がジョーカー、5つ目がドクターの計5つです。これはすごい。はい、ちょっと声決まりました。じゃあまずこちらの出題から。はいはい。はい、いいですか。はい、ポリスです。はい、ポリス、ありがとうございます。ポリス、はい、違う、ジョーカー。よっしゃ、マジ。ま、理由とかは特にないですか。私ジョーカー見たばっかなんで。ほら来た。はい、来ました。じゃあポリスの一番かっこいいかな。そうですよね。え、そうです、ポリスが、うん、絶対ジョーカーでしょ。わからんじゃん。まじ、匿名ちょっとトップバッターなんですけど、わざわざ会場いただいてありがとうございました。ありがとうございました。見つかりました。見つかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあはい、どうして、どうしてので、強くいいか、上で、ぜひ、立ち上がってください。1つ目が、ヴァンパイア。2つ目が、囚人。3つ目が、ジョーカー。5つ目です。異性に来てもらいたい仮装。お願いします。決まりましたか？決まりました。じゃあ、左の方から。ジョーカー。ジョーカー。うわ、もう！これもうダントツだろ。なんかトレンド抑えてるから。はい。元々の顔があんまりやけなくても逆にね。あ、逆なんだ、やっぱり。そういう、なるほどね。すごいかっこよかったみんなにちゃんと見てほしくないです。ああ、そういうことか。いいこと言ってるわ。マジで嬉しい。俺本当にこれ納得がいく回答今もらった気がする。マジでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1つ目ポリス警察です、の仮装です、2つ目ヴァンパイア、そして3つ目囚人、4つ目ジョーカー、
つ目、ドクター。この5つの中のどれか1つ。ヴァンパイア。ヴァンパイアですか。ポリス、ヴァンパイア、囚人、ジョーカー、ドクターです。マジで。よっしゃー。ちなみにヴァンパイアにした理由とかいやまだ俺に勝ててないからありがとうございますエロさがジョーカーの方がエロくないですかいやエロいんですジョーカー怖いそうなんですよね映画見違いますやっぱり映画みたいなよくないですかいいけど女の子怖いだって白塗りでしょそうそれが嫌だあで顔わかんないですよでもそうですよね顔大事ですよねさすが顔大事分かっていらっしゃるということで、まあ、お二人ともヴァンパイアという結果になりました。引き続き頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、女性の方見つかりました。はい、ありがとうございます。女性の方ね。異性にしてもらいたい仮装です。決まりました。じゃあ、左の方から。ヴァンパイアありがとうございますヴァンパイアですじゃあ同じヴァンパイアですありがとうございますいただきましたヴァンパイア本当にヴァンパイアですか本当になんでそうなんですもう女性の方はヴァンパイアなんですいやちなみになんでヴァンパイアかどうかってお聞きすることができますヴァンパイアが一番かっこいいと思いますかっこいいですよねマジかもう同じくですか同じくですかありがとうございます同じくです今年の仮装ヴァンパイアに決めましたありがとうございますはい、ということでお二人方ありがとうございました。はい、ということで女性の方見つかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そうです。以前にしてほしい仮装です。自分がかっこいいと思ったんですね。ポリス、ヴァンパイア、囚人、ジョーカー、ドクター。決まりました。あ、じゃあ一人ずつ聞いていきます。はい。ドクター。ドクター。ドクターです。おー、ドクター。はい。ヴァンパイア。ヴァンパイア。あ、ちなみにドクターにした理由っていうのを聞かせ。理由。はい。エロい。エロいか。エロいか。ヴァンパイア。ハロウィン感がある。そういうことです。そういうことですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。ということで検証が終了しました。お疲れ様でした。結構かけたね声。はい、ということで、まあ、結果発表いきますか。1位ヴァンパイアでございます。ありがとうございます。勇気ですね予想した、はい、2位ジョーカーです。まさかのねここでジョーカー来ると思ってなかった。マジで言ってるジョーカー絶対強いから。はい、3番目なんと同着です。ポリスとドクターでございます。いやよかった。ポリスが思った以上に入んなかったから、ね、まあ最後はお分かりですよね。ユイヤさん、囚人です。ありがとうございます。あの、僕、スーパーマン来ます。はい、ということでガチでやばいね。あの、もう、一日スーパーマン来てもらいます。家に出てから、撮影場所まで来て家に帰るまで一日中来てもらいますからね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ最後、ユイヤからの感想で締めたいと思います。もう二度とこんな企画やりません。